日本語能力試験、聴解 N1。問題1。1番。花屋で女の人と店員が話しています。女の人はこれから何をしますか？すみません。この赤い花をつけてる植物、先日こちらで同じのを購入したんですけど、花がつかなくなってしまって。そうですか。これは夏まではずっと花を楽しめるんですけどね。一回り大きい鉢に植え替えてみたんですけど。植え替えはおすすめしてるんですが、花を咲かせるのには肥料もたっぷり与えないといけないんです。ああ、買ってからまだ一度もやってないです。どんなのがいいかわからなくて。花にもよりますが、液体タイプは水やりで流れてしまって、効き目が長続きしない場合もありますよ。粒状のものの方が少しずつ溶け出してゆっくり効くのでおすすめです。試してみてください。はい。水はたっぷりやった方がいいんですか？水は土の表面が乾いたらやる程度でいいですよ。あと、日当たりのいい場所に置いてくださいね。はい。ベランダの明るいところに置いてます。だったら、それは大丈夫ですね。はい。ありがとうございました。女の人はこれから何をしますか？2番。会社で女の人と男の人が話しています。男の人はこの後すぐ何をしなければなりませんか？田中さん、昨日お願いしたキャビネットの整理のことなんですけど。あ、中にあった書類は昨日確認して保管の期限を過ぎているものを処分しました。ご報告が遅れてすみません。判断に迷うものが少しあったので、それは処分しないで残しておきました。そう、わかりました。じゃあそれ、この後確認するから持ってきてもらえますか？はい。そういえば、古いノートパソコンがあったでしょ？どうしましたか？あ、それお聞きしたかったんです。パソコンの処分って決まったやり方があるんですよね。マニュアルってあるんですか？パソコンの処分は総務課が担当だから連絡して教えてもらってください。総務課は今日は海外からの視察団の対応でてんてこまいだろうから別の日にでも。わかりました。ありがとうございます。男の人はこの後すぐ何をしなければなりませんか？3番。大学で女の学生と男の学生が話しています。男の学生は大学祭の準備として明日まず何をしなければなりませんか？あ、木村くん、探してたの。あ、どうしたの？明日サークルのミーティングで大学祭でやること話し合うよね。私が司会をすることになってたんだけど、どうしても大学に来られなくなっちゃって。木村くん、代わってもらえない？ああ、いいよ。よかった、ありがとう。今年の大学祭ではクッキー作って販売しようって先週決めたじゃない？明日は当日の役割分担について話し合ってほしいの。わかった。決まった役割分担はミーティングの後で一覧表にしといてもらえると助かる。それ見てスケジュール表を作るから。あと、もう一つ。大学祭にお店を出す申請の受付が明日の2時からなんだけど、出してきてもらってもいい？いいよ。ちょうどミーティングが終わる頃だしね。ありがとう。申請書はこれ。もう書いてあるから、お願いね。男の学生は大学祭の準備として、明日、まず何をしなければなりませんか？ 4番。会社で男の人と女の人が話しています。女の人はこの後、まず何をしますか？斉藤さん、今気づいたんだけど、このチラシの原稿、3000円の商品のところゼロが一つ足りないよ。もう印刷業者に送ったんだよね。え？すぐに電話して訂正してもらえる？ああ、それが実は出来上がったものがつい先ほど届いたんです。印刷業者に注文を出したのはおとといで、申し訳ございません。何度も確認したつもりだったんですが。そうか。ま、今言ってもしょうがないね。これからチラシをもう一度発注するわけにもいかないしね。こうなったらアナログなやり方だけど、その部分だけ修正のシールを貼ろう。私が今からシールを作るから。すみません。あ、今日はアルバイトの人が来てるから手伝ってもらおう。事情を話して頼んどいて。はい。斉藤さんはひまわり社とのアポが入ってるでしょう。戻ってから一緒にやってください。はい、わかりました。女の人はこの後、まず何をしますか？5番。女の人と男の人が話しています。女の人は家で使用しているヒーターについて、まず何をしますか？山田くん、勧めてもらって買ったヒーター、昨日突然スイッチ入れても動かなくなっちゃったんだ。え、去年買ったばっかりだよね。僕は3年ぐらい使ってるけど順調だよ。そうなんだ。あれ、小型なのに、あったかい空気がすぐに出てきて、すごくいいって思ってたのにな。空気を取り込むフィルターがついてるじゃない？あれにホコリが詰まったりすると、安全装置が働いて停止しちゃうことがあるけどね。へえ。結構頻繁に手入れしないといけないんだよ。一度やってみたら？もしかして、タイマーで止まるように設定したりはしてないよね？タイマーは使ってないから。そう。じゃあ大丈夫だね。ヒーターが壁や物に近すぎても熱を持っちゃって自動的に止まるよ。それはしばらくつけてた後のことだけど。電源プラグはコンセントに根元まで差し込んであるよね。それは確認した。じゃあ、今日帰ってから早速やってみる。女の人は家で使用しているヒーターについて、まず何をしますか？問題2。1番。会社で女の人と男の人が話しています。男の人はどうして今副業をしていませんか？男の人です。この間、副業で何か事業を始めたいって言ってたけど、どうなった？いやー、多少忙しくなってもやりたいと思ってるんだけど、やっぱりすぐには難しいね。社内に副業で結構稼いでる人がいるって聞いたから、いいなって思ったんだけど。そっか。副業禁止の会社も多いみたいだよ。せっかくうちの会社は認められてるのにね。私は本業でいっぱいいっぱいでとても無理だけど、それでも身近に成功している人がいたら、やってみたくなっちゃうよね。ま、元手がないから私は諦めてるけど。資金が足りなければ銀行から借りればいいんだよ。ちゃんと企画書を作ってね。問題は企画書の中身だよね。銀行を説得できるようなもの、何かないかな。え？なんだ、アイデアがあったわけじゃないんだ。まあね。でも、副業って人脈が増えたり視野も広がったりして、きっと本業にもプラスになると思うから、リスクは承知で一度挑戦したいと思ってるんだ。男の人はどうして今副業をしていませんか？ 2番。農業組合の女の人と男の人が話しています。二人はみかんの販売についてどんな提案をすることにしましたか？今年のみかん、天候不順のせいで大きさにばらつきが多かったですよね。規格外で市場に出せないものが多いって農家の皆さん嘆いてました。そうだね。訳あり商品として価格を下げれば売れないこともないけど。毎年自家製ジャムにして地域の物産コーナーで販売している方がいますけど、あれ、今年は組合全体でやってみますか？うん。確かにこれまでも野菜の加工販売は組合としてやってるから、みかんジャムもやろうと思えばできるだろうね。ただそんなに需要があるかな。でしたら、ジュースやゼリーも作って商品の幅を広げますか？ああ、2、3年前にジュースの加工会社からみかんを買い取りたいっていう話があったよね。あの時は量の問題で契約できなかったけど、今年の状況ならうまく成立するんじゃないかな。そうですね。確実に販売できるなら来年以降も通常サイズのものも含めて加工用に回すことも考えられますし、一度組合の会議で農家の皆さんに提案してみましょう。あとは、牛や豚の飼料にするっていう活用方法も聞いたことあります。肉が美味しくなるそうです。畜産農家が多い地域だったら、そういう手もあるけど、今から販売先を探すのはね。二人は、みかんの販売について、どんな提案をすることにしましたか？3番。男の人と女の人が車の新しいタイプのタイヤについて話しています。男の人はこのタイヤのどんな点がまだ問題だと言っていますか？車のタイヤ、全く新しいタイプのものが開発されてるらしいね。タイヤって今はゴムの中に空気を入れるタイプしかないけど、将来はパンクしない空気なしタイヤになるだろうって。ああ、それ、テレビでちょっと見たことある。空気の代わりに弾力のある部品でゴムの部分を支えてるやつでしょ？空気を使わなければ確かにパンクすることもないもんね。うん。パンクの心配がなくなるとスペアタイヤを乗せる必要もなくなるから、その分軽くなって燃料の効率も良くなっていいよね。タイヤ自体の重さは特に軽いわけじゃなさそうだけどね。実用化はまだなんだよね。うん。まだこれからみたいだね。以前はタイヤの強度が課題だったらしいけど、随分改善されたんだって。ただ、空気タイヤに比べると、揺れや道のガタガタを感じやすいみたいで。そっか。乗り心地が悪いのはちょっとね。うん。それが改善されたら、値段がちょっとぐらい高くても買ってもいいかな。パンクしないっていうのはやっぱり魅力的だし。男の人は、このタイヤのどんな点がまだ問題だと言っていますか？4番。大学で女の学生と男の学生が話しています。男の学生は、何をするべきだったと言っていますか？先週、ゼミの発表だったんでしょ？どうだった？それが、全然うまくいかなかったんだ。頑張った割には反応も薄くて。そっか。うん。何が悪かったのかいろいろ考えたんだけど、何か調べるときは、ただひたすら資料を集めるんじゃなくて、主張したいことを裏付けるためのデータがないか探すことが大事だったんじゃないかなって。へえ。で、テーマはゲーム業界を選んだんだっけ？うん。僕にしては珍しく、結構気合い入れて2ヶ月ぐらい前から資料収集して、構成も一生懸命考えたんだけど、資料の内容が言いたいことに合ってなかったんだろうな。そうなんだ。スライドの字が小さすぎたって指摘もあったんだけど、それが根本的な問題だったわけじゃないと思う。次に活かせるといいね。男の学生は何をするべきだったと言っていますか？5番。ある町の集まりで議員が話しています。議員は地域の特産品プロジェクトにおいて何が一番重要だと言っていますか？地元の農産物を使ったお菓子など特産品を生み出すプロジェクトは私ども行政に関わるものの大切な仕事の一つです。具体的には、特産品を考案して業者の皆さんと共に販売ルートの開拓を行っています。また、専門家の協力を得て魅力的なパッケージを考えることも行っています。しかし、行政主導では限界があります。地元の産業の担い手の皆さんと特産品がもたらすメリットを共有してこそ、良い特産品が生まれ、それが地域活性化につながるんです。議員は地域の特産品プロジェクトにおいて何が一番重要だと言っていますか？6番。飲料メーカーの会議で男の人が話しています。男の人は広告の予算を削減するために何を提案していますか？販売中の炭酸飲料の広告ですが、予算削減にあたりいくつかの変更を検討しました。出演タレントについては、ターゲットである若者の間の知名度を鑑みて継続が妥当だと判断しましたが、媒体については、テレビからは撤退し、若者が接触しやすいインターネットに絞ることを提案します。注目度を保つために、これまで同様4ヶ月ごとに撮影し直すことは必要ですが、それでも現状に比べて予算が抑えられる見込みです。また、引き続きコンピューター技術を駆使した編集方法を用いることによって、低予算で宣伝効果を維持できると考えています。男の人は、広告の予算を削減するために何を提案していますか？問題3。1番。大学の先生が授業で話しています。コンピューターが話し言葉を瞬時に他の言語に翻訳してくれる音声翻訳技術が向上し、外国語ができなくても異なる言語を話す人とのコミュニケーションが可能になってきました。では、こんな時代に外国語を学ぼうという人はいるでしょうか？他の言語を学ぶことは、その文化を知ること、ひいては自分の言葉や文化を捉え直すきっかけともなります。未知の言語に触れて初めて気づくことも多いでしょう。機械任せにせず、学んだ言葉でコミュニケーションが取れることは喜びであり、人生を豊かにしてくれるものです。先生は何について話していますか？1、音声翻訳技術の可能性。2、コミュニケーション力の高め方。3、外国語を学ぶことの意味。4、自分の言葉を見直すことの重要性。2番、留守番電話に自動車の修理会社の人からメッセージが入っています。森田カーズの渡辺です。ご依頼のあったお車のエアコンの修理の件でお電話しました。状態を確認しまして、やはり一部部品を取り替えることになりましたが、あいにく在庫を切らしておりまして、メーカーから取り寄せております。お車の状態も確認させていただきましたが、エンジンやタイヤなどのコンディションは良好でした。先日、あさっての午前中にお引き渡しとご案内しましたが、部品が届くまで、あと数日かかる見込みです。改めてご連絡差し上げます。このメッセージで言いたいことは何ですか？ 1、車の修理が完了した。2、車に修理が必要なところが見つかった。3、車の修理完了が予定より遅れる。4、部品を交換してもいいか教えてほしい。3番、テレビでレポーターが市役所の男の人にインタビューしています。今日は河田市で移住者への支援を担当していらっしゃる鈴木さんにお話を伺います。河田市に移住してくる人が増えているそうですが。ええ、人口減少の解決策として10年前から県外から河田市に移住してくる人を積極的に支援しているんですが、最近は30代から40代の方がご家族で移住してくるケースが増えてきています。そうですか。以前は地方移住というと、退職後田舎でのんびり暮らしたいという人が多かったんですが、今は就業を希望する人が多く、移住後の仕事を見つけられるかどうかが課題となっています。移住してよかったと思っていただくには、経済的に安定した生活が必要ですから。確かにそうですね。市としても様々な面からサポートをしています。河田市のような経済規模の小さいところでは、業種や職種に限りはありますが、積極的に仕事を斡旋しています。飲食店などご自身で起業するケースも少なくないです。そういう方には、地元の生産者や商店街の方を紹介したりすることもあります。へえ、そうなんですか。地元の活性化にもつながりそうですね。男の人は何について話していますか？ 1、河田市の人口減少による経済への影響。 2、河田市に移住する人のための支援策。 3、河田市に移住する人の高齢化。 4、河田市への移住者に適した仕事。4番、市民講座で講師が話しています。まだ食べられるのに捨てられてしまう食品を食品ロスと言います。流通プロセスや各家庭で大量に発生していて、今大きな問題となっています。食品メーカーやスーパーなどもこの問題に真剣に取り組んでいますが、その対策の一つが賞味期間の長期化です。賞味期間が短いために売れ残ったり廃棄されたりすることを防ごうというのです。メーカーは食品の劣化の元凶となる酸素を排除しようと、食品の製造工程に工夫をしたり、容器を改良したりしています。また、スーパーなどでは、賞味期限間近の商品を格安で販売し、売れ残りが出ないようにしているところも増えています。講師は何について話していますか？ 1、食品ロスを防ぐための企業の努力。 2、賞味期間に対する消費者の意識。3、酸素が食品を劣化させる仕組み。4、新しい食品容器の開発。5番、講演会で男の人が話しています。山林は自然のまま放置するのではなく、木を適切に伐採したり、保護したり、常時手入れをする必要がありますが、近年林業に従事する人が高齢化しています。林業の仕事は地道で危険も伴うイメージがあるため、後継者が見つからないという現状があり、このままでは衰退していくことが懸念されます。林業のイメージを変え、魅力を広くアピールしていくことが今後の課題でしょう。林業を支える若者を増やし、育成していく必要があります。男の人は何について話していますか？ 1、山林を管理する方法。2、林業における人材確保の必要性。3、林業の後継者育成の方法。4、若者にとっての林業の魅力。問題4、1番、ああ、藤田監督の5年ぶりの映画、公開待ち遠しいよね。1、早いね、もう見ちゃったの？ 2、そうだね、早く見たいね。3、見たかったのに、残念。2番、営業部に新しく入った山田君って、能力もさることながら努力家だよね。1、うん、優秀だし、本当に頑張ってるよね。2、力が足りないのは仕方ないよ。3、努力すれば伸びると思うよ。3番、先生、明日のリーさんの送別会、最後に一言頂戴したいんですが。1、2、3分でいいですか？ 2、もちろん差し上げますよ。3、リーさんから挨拶があるんですね。4番、先輩、去年の消費者アンケート見当たりません。この部屋の棚という棚を探したんですが。1、この部屋の他の棚もちゃんと探して。2、そう、念のため隣の部屋も確認してくれる？ 3、棚見つかんなかったの？5番、昨日のテニスの決勝、見ていて手に汗握る試合だったね。1、ああ、安心して見てられたよね。2、つまらない試合だった？ 3、ほんと、ハラハラしたね。6番。黒田さん、この資料、印刷する前に見せてって私言ったじゃないですか。1。申し訳ありません。うっかりしてました。2。お見せしなくてもいいんですか？ 3。私はそんなこと言っていませんが。7番。この前買った新しいソファー、なんか部屋にしっくりこないんだ。1。うちに帰るの楽しみだね。2。雰囲気に合わないってこと？ 3。じゃあ、どうやって部屋に入れるの？8番。新しいサービスの提案書。一緒に案を練ってもらったけど、会議でボツになったよ。1。採用されたんですね。2。何が問題だったんでしょうか。3。結果はいつ出るんですか？9番。貸してくれた DVD 見たよ。最後の結末には意表をつかれたよ。1。え、最後、驚かなかったの？ 2。予想外の展開だったでしょ？ 3。疲れるほど長い話じゃないと思うけど。10番。出張で泊まったホテル、ネットの口コミを見る限りでは評判良かったんだけどね。1。え？なんで口コミ見て決めなかったの？ 2。へえ、口コミ通りだったんだね。3。そう、ネットの口コミって当てにならないよね。11番。同窓会で漢字をやらされる羽目になっちゃったよ。1。大変だろうけど、いい経験になると思うよ。2。え？引き受けたらよかったのに。3。あ、他にやってくれる人見つかったんだ。問題5。1番。電話で翻訳会社の人と男の人が話しています。はい、桜翻訳サービスでございます。英語で書いた会社案内のチェックをお願いできますか？医療機器の会社なんですけど、少し急いでるので1週間ぐらいで仕上げてもらいたいんです。はい。それと、納品後に確認したいことが出てくるかもしれないので、チェックを何回か頼めるとありがたいです。承知しました。再チェックの可能性があるということですね。4つのプランがあるんですが、一番ご利用が多いのは基本チェックプランです。5日以内に納品で、料金も一番安いです。実際の料金は原稿の長さによって決まります。再チェックは1回のみ無料でできますが、それ以上になると追加料金が発生します。ああ。お急ぎなら、スピードプランというのもあります。原稿の長さが3000語以内の場合しかお申し込みいただけないんですが、申し込みの翌日に納品可能です。再チェックはこちらも1回のみ無料です。3000語か。長さは大丈夫だな。再チェックは1回じゃ終わらないだろうな。あと2つのプランはどういうものですか？はい。安心プランというのは追加料金なしで何度でも再チェックができるプランです。その分料金が高めですが、再チェックを3回以上するなら基本チェックプランよりお得ですよ。納品は5日以内です。そうですか。それから専門チェックプラン。これは内容に合わせて外部の専門家と連携してチェックをするプランです。納品まで約2週間かかるんですが、再チェックの依頼も何度でもできます。専門家と連携する分、料金が少し高くなりますが。そうですか。専門用語の確認とかはこっちでもできるから、外部の専門家にまで頼まなくてもいいかな。納品は翌日じゃなくてもいいんで、追加料金が発生しないっていうさっきのプランでお願いします。男の人はどのプランに申し込みますか？ 1、基本チェックプラン。 2、スピードプラン。 3、安心プラン。 4、専門チェックプラン。2番、会社の研修で講師が話しています。商品の開発にあたっては、チームを組んで仕事をすることがよくありますが、成果を出すチームには4つのタイプの人がバランスよく配置されているものです。まず、タイプ1は、新しいアイデアを次から次へと出すタイプ。タイプ2は、出されたアイデアを商品の形にしていく実践力のある人。それからタイプ3はデータ収集や資料作成など決められたことを着実に正確にやり遂げる人。そして最後のタイプ4はムードメーカー。メンバーの間のコミュニケーションを円滑にして雰囲気を良くする人です。一人の人が複数のタイプを兼ねていてもいいですし、チームが変われば役割が交代することもありますよ。なるほど。今回の開発チーム、あと1人メンバーを選ばないといけないけど、どんなタイプの人がいいと思う？アイデアマンはすでにいるからね。アイデアを具体的な商品にしていける人が必要だよね。それは今のメンバーでもできるんじゃない？それより、行き詰まった時に関係が悪くなったりしないように、みんなの間をつないで士気を上げてくれる人が必要だと思う。それにぴったりの人はここにいるじゃない。私のこと？私は決まったことをコツコツやるタイプだと思ってるんだけど。質問1。男の人は今回のチームにどのタイプの人が必要だと言っていますか？ 質問2。女の人は今回のチームにどのタイプの人が必要だと言っていますか？